ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。お正月休みなので、アルファ X を改造したいと思います。ハイパーダッシュ3モーターに改造します。どれだけ速くなるのか、楽しみですね。まずは、改造前のノーマルモーターの速さを見てみましょう。相変わらず、汚い絨毯で、すみません。ノーマルモーターでも、アルファ X の見た目がかっこいいから、速く走ってるように、見えますね。モルペコ、モルペコー、モルモルペコペコー。ハイスピードモードで走らせています。かっこいい。では、改造していきましょう。良い子は真似しないでね。ひっくり返すと、ネジがありますね。外します。次は、見えているネジ5本を外します。外すと新たなネジ1本、外します。爪が1箇所あります。ハンダ付けされていません。寒いから指が痛い。外すときは、結構軽く外せました。ゆっくり外せば、ギアが、ずれないで済みます。標準のノーマルモーターを外します。ハイパーダッシュ3モーターです。赤色で、かっこいいですねー。ビリビリ破いて失礼。取り出します。ミニ四駆で改造していた頃を思い出しますね。ノーマルモーターのギアを外します。こうやって、テコの原理で、外します。白いグリスがついていますね。あ、取れた。ハイパーダッシュ3モーターに、ギアを取り付けます。ギアは、もう少し押し込まないといけません。ノーマルモーターについていた位置と同じ位置にギアをもっと押し込みます。ギアが噛み合いましたか？いい感じで、ギアが噛み合っています。分解したのとは逆の順番で組み立てていきます。モーターの金属端子が、ちゃんとついているか確認してください。この段階で、走るかどうか確認します。あ、走った。もし走らなかったら、ギアが外れているかもしれないので、見直してください。残りのパーツを組み立てていきます。ハイパーダッシュ3モーターに改造しました。早速、走らせてみましょう。ノーマルモーターとの比較です。速くなったー。さっきまで使っていた同じ電池を使っています。ハイパーダッシュ3モーターは、速いですね。おお、速くなったー。速い。あははは、速い。ノーマルモーターより速い。
アルファ X が速くなりました。速い。はい、いかがでしたでしょうか？ご視聴ありがとうございました。